さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、無課金キャラ3体の交換所解説をやっていこうと思います。はい。今回の無課金所なんですけど、まず無課金バージョンが、ハンターライセンス、そして、ジェンフリックス、この2体となっております。そして、まあ、課金枠というか、黒メダル枠がですね、こちら、イルミとなっております。はい。イルミに関してですね、黒メダル5枚と、いつも通りのハイコストになっておりますので、まあ、これを踏まえてですね、今回はこれらのキャラ交換するべきか話していこうと思います。まあ、まずはですね、黒メダルキャラから紹介していきます。はい、まあ、無課金キャラに対はね、結局周回すればゲットできるんで、正直周回してくださいとしか基本的に言いようがないんでね、今回の動画のメインはもうイルミを交換すべきかのみです。はい、もうこれがメインです。今日はこちら話していこうと思います。さあ、ということで、まずはイルミからですね。で、もちろんイルミって替えの効かない面白い性能をしてるからね、ぜひとも一体確保しておきたい性能ではあるんですけども、まあ正直個人的にね、イルミはね、黒メダルカツカツな人とかは特にスルーしてもいいのかなと思います。はい。で、その理由なんですけども、まあ、もちろんキャラ自体覚醒がね、バインドスキブ封印、バインド回復2つ、無効管に10強2つにボイス。で、超覚醒もスキブプラス、闇コンボ強化、クライムプラスと、ね、非常に使い勝手がいいキャラで火力も安定します。はい。で、まあ、上限解放つけるの42億出ると思いますし、もちろんブラックバードパーティーとかでも使えると。で、スキルに関してもね、1ターン釘ドロップを少し落ちやすくして、ドロップロックを解除し、光を闇に変化するというキャラになっております。はい、やっぱ釘ドロップは強くてね、追い打ち要因としても使えますし、釘1個につき 1% 割合なんで、例えばまあ、平均的に5個ぐらい来るとすれば、ね、釘ドロップだけで 5% 削れますし、なんなら、ドロリフスキルとか使ってあげたら、まあ、大抵 10% ぐらいは削れるんで、10% グラビティ打ててってなったらかなり強いっていうのがわかると思います。はい。しかも 10% グラビティ、ただグラビティ打つだけじゃなくてね、ダメージ無効とかも貫通したグラビティになるので、この釘ドロップっていうのは。そこがめちゃめちゃ強いキャラになってます。はい。で、まあ、このキャラの、まあ、弱点としては、まあ、釘ドロップがあるぐらいっていうところなんですよ。ロック解除光闇生成ってこれめっちゃ強いように見えて、まあ、実際こういう感じの変換スキルって結構多くないですか？ということで僕が思うキャラちょっと紹介していきますね。例えばジルレガードになります。はい。覚醒無効を全回復し、ロック解除に光闇生成が、こちら4ターンなんですよ。もちろん、ごめんなさい、火力とかは違うんでね。これ10強7強の無効管なんで全然火力は違うんで、代用とかそういう話じゃないんですけど、まあ、ただ覚醒無効回復できて、スキブもあって、十字も持ってて、かつ覚醒無効、ロック解除、光闇生成が4ターンというところですね。っていうジルレガードとかもいますし、まあ、あとは、この前交換できた黒メダルの最強ぶっ壊れチートキャラガローですね。ガローに関しても2ターン落ちこなし、水消せなくなる代わりにランダムで闇回復を起こさせると。こっちはロック解除ないんですけど、まあ、その分生成量だったら優秀で2ターンという感じになってますと。そう、だからロック解除生成とかはもちろんいるし、ロック解除が必要ない場面とかだったら、まあ、ちょっと微妙だよねっていうところがあって、まあ、それがちょっとイルミのね、辛いところであるかなと思います。ただやっぱりね、イルミ注目してほしいのがやっぱり火力で、無効管10強10強元から持ってますので、ソロマルチ問わず安定して火力出せるというところは、めちゃめちゃ強いですね。悪魔タイプも持ってくれてます。はい。リーダースキルはま、そんな強くないんで今回割愛するとしまして、まあ、このスキル自体が強いというところもあって、持っておいて損はないですね、やっぱり。釘ドロップキャラなんで。ただ、これほんと僕の意見なんですけど、闇属性をメインで使わない人っていうのは、このイルミをスルーするのは僕は問題ないと思っていて、それだったら黒メダルのぶっ壊れ最強キャラがね、これ以降も出る可能性あるので、まあ、一旦今回スルーして先に見送るっていうのもありなのかなとは思います。はい。まあ、釘ドロップってね、本当に代用が効かないんですよ。だから保険としては持っといて損はないんだけど、釘ドロップが使いたいっていう場面も、冷静に考えたらまあ、そこまではないんですよ。そこまではね。いや、強いけどね。だから、まあ、個人的にはスルーしてもまあ損はないのかなとは思ってます。ただ闇メインで使ってて勝つサブが欲しいとかっていう人は、もう加工必須かなと思います。これが僕の正直なイルミの評価ですね。で、まあ事実アンケートもめっちゃ割れてまして、まあ取る人が 32% 1体ね。2体以上取る人が 4%、36% ですね、取る人は合計で。で、取らない人が 24% と。で、結果見る人 40%、つまり迷ってる人 40% ぐらいなんで、まあ、大体今でももう6対4ぐらいなんですよ、本当に。やっぱりこれ見ても分かる通りね、このイルミ自体が、まあ、シンプルに原作人気もあるんですけど、性能としても強いキャラではあるので、まあどうしても取りたいって人は全然取ってもらってもいいとは思います。まあでもね、本当何度も言いますけど、黒メダルキャラっていうのは、本当に貴重なんですよ。そう、マジで黒メダルって無駄遣いしちゃダメなんですよね。だからね、まあ取る際はよーく考えていただいて、まあ本当に考えて取っていいのかっていうところを踏まえた上で、交換の方してもらえればなと思います。もう僕の意見は、黒メダルに余裕があって、かつ闇属性使ってらっしゃる方だったら取ってもいいかなと思います。はい。で、逆に、もうそれ以外の方で闇属性あんま使わないよとかですね。なんならガローも取ってないですとかっていう人とか、ね。あとまあ、シンプルに、結構釘ドロップが必須になる未来っていうのがあるとするならば、まあ、
まあ、割合ダメージが欲しい場合とかになるとは思いますけど。まあそうですね。なんか正直ね、強いんだけど、こう、必須かと言われれば必須じゃないですか、原環境ね、釘ドロップって。で、まあ、例えば、7% のグラビティ、まあ、7% のグラビティね、釘ドロップ7個あるとして、7% のグラビティがあるとして、まあ、だからといって別に1ターン余分に殴れば別に 7% って削り切れるわけで、そんなに必須級になるかと言われればそんな気もしないんで、まあ、個人的には、スルーしても問題はないかなと思ってます。これがイルミの評価です。ただ、余裕がある人は、もう絶対ね、もう不安な人いると思いますけど、余裕があったら取った方がいいし、余裕がないならもうスルーしちゃってください。はい、これがね、イルミの評価となっております。さあ、続きまして、無課金キャラ編です。まあ、イルミはね、黒メダル5枚とコストが高いんでね、交換の方十分迷ってしていただきたいんですが、このね、無課金キャラ2体に関しては、欲しかったらとかじゃなくて、シンプルに周回して頑張って取ってください。はい。まあ、これはね、無課金で取れるんでね、取っといて損はないと思います。まず、ハンターライセンスからですね、封印チーム HP、チーム回復、指延長プラスあって、2ターン指と回復が 1.5 倍、ケスナドロップ覚醒無効全回復です。まあ、ギミック体制でね、ケスナドロップ覚醒無効回復できるところは強いかなぐらいの感じですね。まあ、僕、使い道があるかどうかわかんないんで、僕はちなみに取りません。はい、周回めんどくさいんで。まあ、ただ、周回をね、してね、無課金武器を取るということは、ランダンとか編成を組む上でも必須になってきますので、基本的に周回の方は必ず頑張ってください、取ってくださいっていう正論を言いながら、僕は周回がちょっと大変なんで取らないと思いますっていう感じですね。ただまあ無課金キャラは必ず取りましょう。ジンフリークスです、こちら欲しければ取ってください。僕は持ってますけど、まあほぼ使ってないですね。まあ、超つなぎしキャラが欲しかったら取ってくださいぐらいの感じではありますかね。まあただだからといってあんまり取る必要はないかなと思います。チンジさ、交換できたくない？これ交換できるよね。すごいね。交換できるキャラが虹メダル何枚 ?5 枚なんですね。はぁ、おもろいですね。まあ、欲しかったら取ってもらえればいいのかなと思いますけども。まあ、個人的にジンフリークスに関しては、まあ、もう今の環境だったらそんな必要ないかなと思います。超つなぎしキャラも今増えてきてね。同属性の超つなぎしキャラが今基本的に強いので、まあ、あんまりわざわざ副属性まで分かれてるキャラを取る必要ないのかなと思います。はい。まあ、ただハンターライセンスに関してはですね、まあ、いつか使う可能性は全然ありますので、まあ、欲しければ必ず加工の方をしていただければなと思います。はい。まあ、っていう感じがね、この無課金キャラ2体の評価となっております。まあ、イルミね、本当にね、使えそうな性能してるんでね、迷うところであると思うんですが、まあ、実際このキャラはね、代用もね、いずれ出るとは思いますし、そんな空気ドロップ必須環境は来ないと思うんですよ。ってなると、ロック解除プラス光闇生成が、光を闇に変えるね、この変化がめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、副属性が切って視点で、ガローとかに比べても、やっぱりそのなんだろう、運用頻度はね、少しは下がると思うんですよ。うん。で、例えば、これでね、火力がめちゃめちゃ欲しいって場合だったらね、イルミ入ってきますけど、まあ、逆に言えば、ジルレガードとかがいる視点で、基本的に火力は下がっちゃうけど、覚醒無効対策しようの方が増えるとは思うんですよ。そういう系の方が多いと思うので、まあ、個人的にはそんなに無理して取らなくても問題はないのかなとは思ってますので、ぜひともですね、今回のことをね、踏まえて確保するかどうか決めていただければなと思います。ということで、今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。